マイデル・ウンダ・ゴンサーレスでアウディカーナは、スペイン・ビトリア出身の女子レスリング選手。リングを離れると、羊牧場の経営者である。2008年には、中国の北京で開催された、北京オリンピックに出場。72kg 級では、ベスト16で、ウクライナの基礎なバッシュ区に勝利したが、準々決勝では、ブルガリアのスタンカ・ズラテバに敗れた。敗者復活戦では、 カナダのヘネはアクォに勝利したが、銅メダル決定戦で、ポーランドのアグニエシカ・ビエスチェックに敗れた。2012年には、イギリスのロンドンで開催された、ロンドンオリンピックに出場し、72kg 級で銅メダルを獲得した。ベスト16では、コロンビアのアナタリアベタンクールに勝利し、準々決勝では、モンゴルのオキリバトン・バーマに勝利。準決勝では、 前回大会と同じくスタンカズラテバに敗れたが、銅メダル決定戦では、ベラルーシのバシリサ・マルザリウクに勝利した。ウンダは、アラバ県北部のアラマヨに在住しており、バスク山脈の山麓にあるオライタで、羊牧場を経営して、イディアサバルチーズを製造している。ありがとうございます。